皆さん、こんにちは。戦国無双真田丸の76回目の放送となります。前回のあらすじは、冬の陣の直後、真田信行と再会した幸村、寝返らない覚悟を伝え、別れるのでした。今回のあらすじは、道明寺の戦いを実況したいと思います。ついに、大阪夏の陣が開幕します。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第76夜、開幕です。見回りを続けます。では、やっていきたいと思います。ちょっと関係者と話してから、ちゃちゃと話しようかなと思います。おお、最後まで上がってみようぜ。お、後藤又兵衛さんじゃないですか。サスケ、くのいち、うん、OK。 じゃあ、ちょっと話しますね。いよいよ徳川の軍が迫っております。その数およそ15万。15万。城の状態を考えるに、籠城策はもはや取り得ません。野戦による一大決戦にて家康公を討ち取る。我が軍の勝機はその一点のみ。承知しました。勝てる見込みはあるのでしょうか。勝ちます。そうですね、雪村。はい、必ず。これで終わる。いいえ、まだあの男がいる。よいしょ。サスケかな。合点承知。いや、始めっか。そうか。出陣しようか。行こう。真田幸村、参る。ではやっていきたいと思います。道明寺の戦いですね。難易度は10。
強いぞこいつだ、やばいぞ。じゃあやっていこうか、サスケで行こう、メインは。はいはい、やりゃいいんだろ。んー、じゃあまあ雪村で行こうかなと思います。私と共に行こう。行こう。どんな戦いになるか楽しみだ。さーて、そんじゃ行きますかね。雪村様、そなたたちもよくぞここまでついてきてくれた。礼を申す。雪村様。何改まってんの、別れの言葉みたいなのいらないよ。思えばそなたたちとも長い付き合いとなった。そうですよね、雪村様はもう小さい頃から無茶で。それを言うな。一度は本気でやり合ったりもしたしね。あんたそれ自分で言う？やはり言わせてくれ。いろいろなことがあったが、私のもとにいてくれたこと感謝している。雪村様。だから今さらだって。家族ってそういうもんでしょ。うん。ああそうだ。さあ行こうぜ。2つね、味方打ちがついに出た。これ見てみたいな。これは大丈夫かな、果たして。さて準備しますか。お、うん、まあこんな感じでいいかな。全部章です。おお、いっぱいいるね。いいね。幕府軍です。やっぱ政宗出てきたな。というわけでこんな感じですね。勝利条件は勝永と明石さんの、あと後藤又兵衛の退却地点の到達。いずれかの敗北か、やだな。じゃあ戦闘開始します。いきます。これが最後の戦いの始まりだ。それでは道明寺の戦いをお楽しみください。絶望的な BGM かい、厳しい戦になりそうだ。霧のために足並みが揃わなかったとはいえ、こうまで戦況が悪いのは。放っておけば味方はそう崩れた。急ぎ前進するぞ。まずくない、最初からまずいのかい。本田さんと松平さんを撃破しましょうか。行こうか。将ならこの霧に乗じて。雪村様はやらせねえ。豊臣に後藤又兵衛あり。俺がおる限り大阪城は落ちるぞ。死ぬなよ。後藤又兵衛は雪村と並ぶ大阪の要よ。奴を撃たば伊達の武名も上がろう。伊達全軍進撃せよ。くそ、政宗め。くそー。猛将後藤又兵衛です。そうやすやすとは。有名におじけづいては奴の思いそうじゃ。ならばわしが出る。政宗打ち取られるなんてな。オッケー、行くよ行くよ。戦に遅れる大失態。おめえを注がねば死にきれぬ。死ぬな。れては身動きが取れない。強い。今までは自利品だ。はい、一丁上がりっと。味方打ち。手に取った声を上げよう。大軍が押し寄せたと思わせるのだ。霧に紛れて大軍を出してきたか。撃て、撃つのじゃ。ああ、政宗やっちゃった。ナイス、幕府軍、行くぜ。な、何をするのじゃ。味方を撃つ奴がおるか。政宗やりやったな。解剖
で、まずは1人目助けようか。モーリー勝永さん死ぬな。まだ夏山には又兵衛殿が。強い雪村、強いぞ。ここはお任せあれ。急ぎ退却を。これはなんて無様だ。縮小だ。伊達の小アッパがひよったか。土産にその首置いていく。バカに貴様のような戦国侍は時代遅れよ。鉄砲隊撃ち方始め。まあ、そうね、お前天下狙ってんじゃなかったのか。雪村、え、後のことは任せたぞ。お亡くなりになられました。うわー、赤石さん、後藤さんやられちゃったよ。この神の重鎮がやられちゃうのか。こりゃ厳しいな。我らの到着が遅れたばかり。いやー、誰も悪くない。シティな政宗が悪い。信頼は私が務めます。雪村殿、まさか死ぬ覚悟で。命を捨てるつもりなどありません。私はチャチャ様をお守りせねばなりませんから。毛利勝永と明石照澄は雪村に次ぐ大阪城守りの要じゃ。何としても逃がしてはならん。必ずここで討ち取るのじゃ。ダメだ、逃がさないと。追撃の指揮を取るのは正宗殿か。これはやはり捨ておけぬ。だな、倒しに行くか。片倉さん倒そうか。行って、いいとこだったのに。行ってーなー。さらに精進せよ。敵将討ち取ったり。勝利を我が手に。行くよ。開門。関東勢100万と揃え、男は一人もなく揃おう。おのれ、おとなしく引いておればよいもの。正宗いた、倒してこう。浴衣打ち合うとダメだよ、やっていけないよ。敵を目指すか、バカ。十分、時間は稼げたか。好きだ、早とろ城の死に様を見ようや。勝利を我が手に。なくなってしまった、仲間がみんながいなくなる。まさむね、オッケー、わかりました。好きだ、金助、暴露口のこと気にしてたんだ。武士ってもこれだから。仇は取ってやるよ。待って、水の勝手に頑張ってくれ。行くな。貴様一人の武勇や策ではどうにもならん。なぜわからんのじゃ、雪村。申し上げます、木村重成殿。大阪城北東にて討ち死に。マジですか。なんてことだ。こういう足が落ちたぞ。今のうちに追いつけ。ダメだよ。味方速度上げます。逃げなり殿の胸を思うならかけよ。この場を生き抜き、次の戦に備えるのだ。わかりました、頑張ろう。だから雪村殿、一人でも多く大阪城に戻ることが肝要。敵はまるで崩れない。これじゃ追いつけないぞ。あれ、危ないところでしたね。助かりました、感謝いたします。本当によかった。別に、俺は仕事をしただけだよ。あれ、どうすればいい。霧が発生。また霧が深く。師匠ならきっと動く。行くのはそこにいるな。進ませぬ。来た、行った、行った、行った。陰陽師、陰陽師の陰陽師がした。やっぱり仕掛けてきたな、ショー。お
僕の曲だよ。ここはお任せ。サスケの曲だ。急ぎ退却を。まだまだ拙者は。退却いたす。みんななんとか退却してくれ。騎馬鉄砲隊長なんていうのいるな。うちらが家族なら、あんたは私の弟か。微妙。はあ、こっちから願い下げだよ。姉貴ってんなら、雪姫様の姉上みたいな。おお。うっせえな、もう。仕事しろよ。どうしてよ。みんな戻ってこい。片付いたな。いや、これで邪魔は入らない。半蔵。よいしょ。半蔵殿はやはり油断ならぬ。サスケ、無理をするな。始めよっか。行くぜ。これが最後の戦いなのか。半蔵倒しちゃうぜ。勝った。打ち取ったよ。ナイス。やったー。やったぜ。行くよ。ショウ。お前など育てるのではなかった。やはり野に打ち捨てておくべきであった。言って言い草。そりゃ恩をあだで返してるけど、せめて忍びとしての道など示さねば。こんなことにはならなかったのにってらしくないね。師匠、俺は雪村様の忍びとして戦えることが誇らしい。この生き方を与えてくれて感謝してる。サスケ。だから行くよ。来い。サスケご退場。アイスだ、よかった。あ、どうもどうも。どうもどうも。サスケいいじゃん、レベルアップした。お、雪村もレベルアップしたね。いいね。さて、招き猫が多いぞ。あいよ。というわけで、今回はここまでだよ。反省会をしようか。ついに大阪夏の陣が開幕しましたね。道明寺の戦いで、味方がたくさんご退場になるとは思ってなかったよ。その中には、まさかのサスケも含まれているとは。なんか、がっかりしたよ。サスケ、服部半蔵と相打ちの模様、生きていてほしかった。悔やんでいても仕方ないです。次の戦に向けていくしかないです。次の戦に向けて、反省会は以上で終わろうか。それでは、
今回はここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また会いましょう。じゃあねー。